はい、とも海です。本日は浮気推理タップで浮気発見ゲームというゲームをやっていこうと思います。はい、タイトルがなんかもう面白いね。浮気って単語がね、タイトルに2回も入ることそうそうないよいやもうね、いろいろ早速この辺やばいね、いろいろな証拠があるんですけども、まあやっていきましょう。面白い浮気をね、探していくゲームですね。怪しいところをタップしてみよう。浮気女はどこに隠れてる？ベッドの下とベランダが怪しいぞ。ベッドの下とベランダが怪しい。ここ？はい。あ、出てきた出てきたよ、出てきたよ何これ、なんか指で、なんかね、人差し指口の中に入れようとしてる。危ない危ない、怖い。ベッドの下に隠れてるなんてありきたりだよね。バレないと思ったのかな。バカな二人はこれから恐ろしい目に遭わせます。うわ怖い、この解説そうやらかすよ。もうちょっと人殺しかねない、ちょっと怖い怖い怖い。やりすぎには注意してくださいね。待って、これさ不正解だと、あのベランダとが怪しいって言ってたから、ここは、あー疑いやがった、うっせーこいつおんまおんま、ちょっとね、やってるくせに、あ、うざいですね。ちょっと待って、これさ、なんかタイトルではここにも書いてたよね。ここ枕、あ、そこはタップできないんだ。ここか、ここなんだ。はいはい。ちょっとこいつ腹立ちますね。あのバレなかった時のあの反応がムカつくね。怪しいところをタップしてみよう。浮気女はどこに隠れてる？飛び箱とボール入れが怪しいぞ。はい。飛び箱とボール入れ、いやー、うわー、どっちだ？こっちが不正解、不正解から見たい。はい。あ、はいはい。なんでもないから出ていけよ。うぜえ、うぜえ。こいつら、バレなかった時の言い訳がうぜえ。はい、じゃあね、飛び箱の方を見ていきましょう。これあれなのかな？高校生カップルで男が浮気してたとか、そんな感じかな？はい。あー、なんか出てき、なんか、うわー。もう、なんか、何してんの君たち。飛び箱の中にギャルが。てか、こんなところで堂々と浮気とか、バレるって思わなかったのかね。なんか冷めちゃった。バイバイ。優しい。もう冷めちゃった。バイバイでね、済まされたんだからよかったじゃん、君。もうこっちの子と付き合えば。でも、多分ね、遊びだったんだろうね。この子のこと別好きじゃなかったのかな。それだったらなおさらこいつクソ野郎だけど。はい。怪しいところをタップしてみよう。浮気女はどこに隠れてる？ロッカーとベンチの下が怪しいぞ。ロッカーかベンチの下。どっちだもうみんなわかりやすすぎる顔、表情。さすがに、こっちが不正解だと思う。はいはい、まあそうだよね。ブールだよ。さっきまであんな冷や汗かいてたのにね。もう違うって分かった途端よ。ね、バレなかったって分かった途端ドヤ顔するんだから。はい、もうはみ出てますよ。あー、なんちゅう格好しと。ナイフ出てきた。ナイフが出てきました。ロッカーに隠れてた女はサッカー部のマネージャーらしい。マネージャーと浮気なんてありきたりすぎるって。そうね、ありきたりすぎるね。もう、なんか見たことないね。私そういうのは見たことないけど、でもなんかありきたりな感じはする。マネージャー、なんちゅう格好してこんなとこ入っとんねん。何しとんの？ちゃんとサッカーしな？怪しいところをタップしてみよう。浮気女はどこに隠れてる？クローゼットとベッドが怪しいな。はい、クローゼットとベッド。もう、なんでパンツ姿なのか、もう怪しすぎる。この膨らみ怪しいけど、ここかここでしょ？ここさ、意外と違うんじゃないかな。はい。だよね、だよね。火事でもしてる。あー、うそ。火事でもしてろよって言われ。腹立つ。腹立つ。こいつ、こいつ絶対に制裁下すよ。ここに隠れてるんでしょ？もうみんな下着姿で出てくる。まあ、そういう最中でね、慌てて隠れたんだろうから、まあそうか。自宅の寝室で堂々と浮気なんて、本当にあんたの図太さにはびっくりだわ。慰謝料はきっちり請求させていただきますからね。もうがっぽり取ろう、もうがっぽりこれは。あのね、猫ちゃんが入ってた時のドヤ顔が腹立つから、二人とも手挙げてるのなんか面白いね、これ。はい、次。
怪しいところをタップしてみよう。浮気女はどこに隠れてる？バスタブと窓が怪しいじゃん。バスタブと、もうバスタブ足出てるよ。さすがにここじゃないの？こっち？あ、だよね。寒いんですけど。まあそれは寒い。ごめん、開けちゃってごめんね。まあこれはこっちですよね、予想通り。はい、さすがにもう足見えちゃって。すんごいビンタ、もう跡がついてる。泡風呂の中に女発見。息止めてたみたいだけど平気？あー、はいはい、土下座しても許しません。まあね、もしさ、だって家帰ってきてさ、旦那がさ、ね、お風呂入っててそこに違う女がいたら、もうね、なんだろう、悲しいよりもマジ呆れそうだよね。大人になってまで何してんのってなりそう。怪しいところをタップしてみよう。浮気女どこに隠れてる？洗濯機とシャワールームが怪しいな。あー、シルエット的にはもう絶対こっちだと思うんですけど、こっち、これカツラとかじゃない？あー、だよね。お前が片付けるよ。いや、おめえが片付けろ。絶対私片付けない。てかさ、不正解押したらさ、途端に消える現象なんなの、この影が。女どっから逃げた？もう逃げる場所ここしかないんじゃないの？窓から逃げたのかな、裸で。はい、あー、びっくりした。一瞬人影がなんかね、女の人じゃないかと思った。シャワー中の女を発見。私のシャンプー勝手に使わせるとかデリカシーなさすぎ。洋服そんなの捨てたわ。裸で帰れば。おー、いいっすね。いや、裸で帰るのはまずいけども、まあね、そんぐらいね、しても、まあいいよ、もう。さすがにね、なんかやだね。浮気相手に自分のシャンプー使われるとか、絶対に許せなさそう。怪しいところをタップで、机の下とパーテーションの奥が怪しいじゃんね。怪しいじゃんね。なんか、ブン、どういう、変わった人。もういるで。これ絶対看護師でしょ、ただの。で、こっちがやばいのだから、はい。顔真っ赤にしてどうしたの。なんでそんな煽り癖ある男たち。みんな煽り癖強いね。こっちですね。どんな体勢で隠れとるんこれ。はい。かわいい、かわいい看護師さんが出てきましたね。かわいいけど許さんよ。机の下に隠れるとか小学生かよ。職務中の浮気なんて許しがたいので労務に通報されてもらいますね。二人仲良く職場からもさようなら。やだね。しかもお医者さんがなんか浮気ね、仕事中に浮気してるとか、もう絶対その、あの病院行きたくないもん。絶対信用失うて。はい、怪しいところは、アンプの後ろとベッドの中が怪しい。コスプレ？怪しい。あ、コスプレ。なんか猫耳見えますね。え、どっちだ？猫耳と猫の尻尾見える。じゃあさすがにこっちが人間の頭だから、こっち本物の猫ちゃんじゃない？浮気してないよ。あー、猫ちゃんにも引っかかれた。そんな、浮気してるのにこいつ。はい、じゃあこっちですね。このバンドマンもどきが。はい。あー、なになに。女の子もなぜそんな楽しそうにしてるわけ？バレたんだよ。君にも慰謝料請求されるかもだよ。バンドマンだから浮気って覚悟してたけど、猫耳コスプレ女連れ込みはきちー。浮気症でロリとか無理。さよなら。それは最悪な、なんか組もうね、最悪なフルコンボだよこれ。コスプレロリもう最悪。はい、今回は難易度高いぞ。お、そうなの？怪しいところをタップしてみよう。浮気女はどこに隠れてる？こたつの中と押し入れが怪しいな。こたつの中と押し入れ、難しいって言っても二択だからね。どっちかタップすれば。あ、でもどっち、確かにわからん。今まで結構証拠チラッと見えてたもんね。これ完全なる運じゃない？でもこたつの中暑いからこっちに入ってるんじゃない？だからこっち。あ、いたー。いました。なんで暑くない、大丈夫？こたつの中にほっかほかの女が。どことなく嫌な匂いも。畳は全部賠償してもらいますからね。そうだよ、全部もう張り替えてもらうからね。最悪だよ。あった、そっか、そんな格好してたからこうね、冬だし
この下じゃないと寒いのか。あ、そういうことか。これこたつで冬だからっていう、そういうなんか読みもあったのかな。冬だからタンスの中はね、寒いよみたいな。じゃあこっちは何がいるの？押し入れ？あー、お前のせいだ。いや、お前のせいだろお前が綺麗に整頓してないせいだろ。お、また今回は難易度高いぞ系来ました。怪しいところをタップしてみよう。浮気女はどこに隠れてる？ベッドの中とロッカーが怪しい。何してたの？ベッドの中とロッカー、ベッドの中とロッカー、こっちかこっちね。ロッカー、ベッド、ベッドはさすがにありきたりすぎなんじゃないのかな。はい、何も、あー、やーってたー。保健室で休むのに下着になる必要ってありませんよね。もちろん二人とも学校に通報しちゃうから退学でしょうね。どうぞお幸せに。はい、お幸せに人生積んだ。じゃあちょっと待って、こっちの、はい、これは勘違いおつーじゃねえんだよてめえ。